悲伤，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 悲伤。どうも、今日ペースです。はい、ドゥー。はい、ということで、本日はですね、まあお母さんとね、ちょっとね、いろいろ LINE をしててね、なんか、昔の写真がね、結構大量に送られてきたんで、ちょっと皆さんにもね、ちょっと共有してね、一緒に楽しめたらなと思って、本日はこのような企画をやっていきたいと思います。まず最初がこちら。はい。うん。これがね、だいたい2歳から3歳ぐらいかな。もう首も座ってて、可愛いですよね。若干ね、面影ある感じじゃないですか。うん、こうやってね、はい、これね、結構ね、好評な写真なんでね、ちょっとね、皆さんにね、共有したくてね、見せました。はい。で、だんだんこう成長しててね、こんな感じですね。はい、これが、なんかちょっと悪そうなペイソン、悪ペイですね。悪ペイ、丸坊主悪ペイです。これが、これはなんかいたずらっ子って感じしますね。うん、いいよ、これも。この写真もいいね。じゃあ次行ってみよう。いろいろ送られてきたんですよ、お母さんから。はい。これですね。これ右側が僕で、左が弟ですね。うん。かわいいですね、やっぱり。なんか弟はなんかもう色気づいてネックレスみたいなのしちゃってますし。あの頃ね、多分こういうポーズがすげえ流行ったんですよね、僕らで。うん、こういうポーズがね。うん、かわいいじゃん。いいじゃん。次行こう。はい、次これですね。多分ね、これスギちゃんさんいるじゃないですか。先駆けですよね、僕が。うん、ワイルドだろうの先駆けですよ、僕。うん。弟もね、これ多分あれですよ。地球を抱える人の先駆けですよね。あの、今やるじゃない、いるじゃないですか、そういう芸人さんね。こう地球を抱える人ってやる人の多分先駆けですよ、これが。はい、こんな写真ね、ちょっと僕もね、なんかすかした顔でね、ちょっと写真撮ってますね、この頃から。で、次、まあ中学に上がるわけですよ。中学に上がって、こちらの写真ですね。うん、これがちょうどですね、県大会優勝した後、なんか僕近くのね、そのテニスコートの近くのスーパーみたいなとこがあるんですよ。そこでね、カップラーメンとかいろいろ食えて、そこでみんなでなんか打ち上げみたいなね、してる時ですね。いや、もう部活帰りはね、しょっちゅう行ってましたね、カップラーメン食べに。うん、部活終わってカップラーメン食べて、またナイター練習に行くみたいなね。仲いい4人組で、みんなでね、ナイターでね、で、帰ってまた飯を食うみたいなね、そういう生活ばっかりやってましたね。うん。いやー、でも楽しかったね、この頃ね。で、次ちょっとね、だんだん大人っぽくなってきて、こちらですね。うん。これが、僕が多分17歳とかかな。17歳でもうちょっとなんかね、やんちゃっぽくなってますよね。もうちょっと今見ると恥ずかしいんですけど、まあ、妹ですね、隣は。だ、まあ、妹も生まれて、まあ、生まれて結構経ってますけど、これが多分妹が小学校ぐらいで、僕が17かなの時ですね。ちょっとね、なんか嫌ですね、こういうのね。じゃあ次行きましょうか。はい、次がこれ。うん、これがね、これも17かな。17、違うな、これより前だな。さっきの写真より前ですわ、これ。これ多分16、15ぐらいの時かな。そしたらさっきの写真は多分20歳ぐらいのかな。多分これが15、6の時ですね。16、17ぐらい。妹すごいちっちゃいんでね、多分。で、ちょっとお母さんにちょっと自転車2人乗りしてる姿撮らせてみたいな感じで、こう、ちょっとかっこよく横顔で決めてるみたいな感じでね。いや、当時すごい髪の毛長かったんですよ。なんかギャル男みたいなね。この上着とかね、この、わざわざマルキューまで行って、バズスパンキーっていうね、なんかそう、バズスパンキーっていうね、なんかブランドがすごい流行ってて、メイヘムだっけ、なんかそんな感じのバズスパンキーって、よくわかんないけど。はい、妹もすごい可愛いね、これ。うん、このこれいいね、やっぱ可愛いわ。で、だんだん大人っぽくなってきて、これが成人式ですね。成人式、これね、縮小してるんですけど、隣にね、こう、女性二人を抱えてるっていう。なんかね、ちょっと恥ずかしいですわ、今思うと。うん。僕のね、すべてを皆さんにね、知ってほしいということで、今回はね、こういう企画をやってますから。はい。まあ、興味ない人はね、ここで終わってください。で、次ですね、成人式超えて、やっと お酒が飲めるというね、時期になって、みんなでね、居酒屋に行ったところですね。うん。いや、もう一丁前にね、ビールの味なんて分かんないのに飲んでますから、ビールなんて。もう、しかもこのね、しょうもないクオリティの変顔。
今でもできるわ。どうできてました。まあ面影っていうかね、まあまあ5年前とかだからね、全然多分そんな変わってないけどね、もう花柄がちょっとね、時代をねこう思わせるよね。しかも金のネックレスまでしちゃって。しかもこの金のネックレス、お父さんの借りるっていうね。いや、どこまでそういう感じに憧れてたんでしょうね。うん、まあこんな感じですよ。で次が、これが21、22ぐらいでキャバクラの店長をやってて、その時の写真ですね。これ結構ね、お腹もねすっきりしてるね。いいね、かっこいいのかわかんないけど、体型はすごい僕かっこいいと思いますわ。でも若干こうお腹も出てるね。若干やっぱお酒を覚えてからやっぱ太ってきてるね。うん、これ昔の家だな。いいね。で芸人になった時の瞬間のね写真があるんで、そちらをねちょっとお披露目したいと思います。それではどうぞ。はい、ねえ変わりようがすごいね、これどうした、太って。まあ、こんな感じでね、僕ネタやってましたよ。まあ、当時ねその養成所ライブみたいなのがあって、それでまあ35組ぐらいいる中で僕ピン芸人だったんですけど、なんと2位を取ったっていうね。いいね、まあ可愛いですよ今思うと。まあ4年前かな、4年前ぐらいの写真ですねこれね。懐かしい、まあ昔に戻りたいって思うけどね、まあ、今を楽しく行きましょうよ皆さん。なんかたまにねこうやってね、母親とかね父親からこう送られてくる写真ってすごいね、 ありがたいなって思いますよね。まあ日頃から感謝です。はい、ということで本日はちょっとねしんみりとした感じの、終わりになっちゃいましたけどね。まあ、こんな感じのね動画もいいんじゃないですか。うん、たまにはね。うん、おなんだこいつマジで。面白かったらチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録は左の俺の顔からクリックです。